そういう現場で例えばみんなが大合唱してるとか、うん、そういうのを見たらやっぱり食らうし。はい、ヒッポパンザカルチャー再びやっていきたいと思います。今日は大阪からスペシャルゲスト来てます。ヒロ from BLB Mixers / Ain't Easy in the Building、 よろしくお願いします。ヨレリノーってことで、それあのアキノのスタイルなるほどね、そうなんだ。今日あの一昨日アキノとねパーティー一緒だったからね。はい、なぜですねヒロがいるかというとですね、まあ、あの今回ねあの Ain't Easy のインタビューに引き続きあの2回目の、はい、出演してもらってるんだけど、はい、あのこれですね、あの、まあ、今ちょっと東京に遊びに来ててパーティーとかもねあのブッキングされたりとかしてあの一昨日やってたりとかするんだけど、はい、あの実はですね、まあ、まずこういろいろあるんだけど、この大阪ね、はい、大阪を拠点にヒロ君は活動してるわけですよ、はい、であのバラブっていう場所で DJ やってたりとかして、今あの R&B ナイトっていうのをちょっと、そうですね、ね、あの今年の2月に一回そのバレンタインデースペシャル的な感じで一回ちょっと試してやって、うん、でまあそれで結構反響が良かったというか、うんうん、結構 R&B 好きな人多いなっていうので、まあ、続けていこうかっていうので、まあ2ヶ月に1回のペースでやって、ね、やってるのね、はい、でそれを広めていきたい、大阪で広めていきたいっていうところなんだけど、まあそれも踏まえてね、このヒッポパンザカルチャー実はあの今年のテーマが R&B なんですよ、はい、これ言ったと思うけど、はい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 、でも R&B アーティストをこう積極的に紹介していこうかなっていうところで、ちょっとねあのこれから R&B アーティストの収録をしようと思ってるんだけど、はい、その前にですね1本、はい、ちょっとこうあのこの間あの DJ ブーンと一緒に公開した、はい、DJ 論について、スレッズに転がる謎の DJ 論ですねについてですね、あのちょっといじったら、まあ、ヒロ君がね、まあ、それ俺もやってみたいということで、あのちょっとこう来てもらいましたと、はい、でこれあれだよね、結構 DJ 論ちょっと落ち着いてきてんだよね、もうすでにね。そうですね、そうですね、うん、だからあんまり僕もそれ最初それこそまあインスタはやってるけど、インスタのスレッズ僕見出したのって結構最近で、はい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 、はい、結構みんなよりも遅くてあんまり全然チェックしてなかったんですけど、あ、うん、そういやと思ったタイミングで、ほんとそれこそ 2,3 ヶ月前ぐらいですかね、一回見てみたら、なんかまあ自分が DJ やってるのもそれ、まあそのアルゴリズムかもわかんないですけど、はいはいはい、めっちゃそういう DJ 論というか、うん、DJ とはみたいな、こういうのダメなんじゃないか、こうしていかなダメなんじゃないか、うん、みたいなことを言ってる人がめっちゃ出てきてて、出てくるよね、うん、なんなんこれみたいな、それをだから前回の DJ ブーンとは関東視点だから、はいはいはい、関東、関東のあれだから関西のね大阪支店で、はい、あの DJ 論ちょっといじっていければと思います、はい、ということで、はい、やっていきましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあまずはなんかあの今回俺聞き手だからさ、はい、ちょっと、はい、ヒロの方から、はい、だからまあちょっとそれこそまあ落ち着いてきてるっていうのもあって、僕もその今日 DJ 論についてちょっといじっていこうよって話になった時に、はいはい、まあいろいろ探しては見たんですけど、うんうん、やっぱり結局僕が最初見てたようなこうなんじゃないかっていうのがあんまり出てこなかった印象というか、あんだけラウンダムでめっちゃ見てたのに今探そうと思ったら、うん、全然出てけえへん、みんなちょっと恥ずかしなって腰持ってるよね、はいはいはい、あれをだからじゃあ DJ の面白いからやろうって言ってからこの撮影日に至るまでに落ち着いちゃったっていうでも今調べたら全然、まあ全然ってことはないんでしょうけど、うん、あんまり出てこないイメージだったんで、うん、まあでもその中で思ったのは、まあ DJ 論、まあ DJ 論というかその Jay-Z が来てたので、はいはい、あったね、 あったでしょ、うん、で Jay-Z 知らないとかやばいだろうみたいな、あ、誰かが OG 的な存在の人が言ってたり、うん、でそれを見てなんか、いやそんなことなんか誰々知らなきゃやばいだろうみたいな、そんな固い考えを持ってるから、うん、もっと音楽が自由だと、うん、自由なのこの業界だからダメなんじゃないですか、なるほど、ね、とかいう、まあその人が若いかどうか分かんないですけど、分かんないけどね、若い人たちの視点の意見があったり、うん、で、まあ、はたまた違う OG みたいな人が、いや俺はJay-Z とか知らなくても全然いいじゃないって思うし、そういうのを伝えていくのが俺たちだろうみたいな、ちょっと猫かぶったような感じの意見、綺麗事っぽいね、若者寄せだよね、そうそうそう、俺あんまりそういう、あ、言っちゃいけないね、まあ、うん、あんまりそういう人ちょっとあれなんだけどね、わかりました。じゃあこれですね、私がじゃあ回答しましょうか、はい、これはですね、まずじゃあ若い子たちがわかんないよ、 Jay-Z 知ってる人もいると思うけどね、はいはい、じゃあなぜ Jay-Z を知らないのかっていうのは、これは世代間の問題だけではないんですよ、はいはい、これはメディアとして、うん、例えば俺たち、まあ、俺40代なんだけど、まあ、俺らがガキの頃っていうのは
情報が人伝いにしか入ってこなかったわけよ、はいね、だから例えばあの俺たちは俺は10年住んでさ 5年ぐらい住んでるよね、はいはい、あのニューヨークだけどもう本当に俺らの先輩とかがね、うん、2個とか3個上の先輩が1週間ニューヨーク行ってきたっつったらもう大事件なわけよ、うん、その人はもう帰ってきてさドヤ顔で語るわけよ、うん、俺はもう黒人の中で本物見てきたぞとみたいなことを言ってね、うん、わすげえってそれどうだったんですか、うん、そういう感じで情報が伝達していったわけ、うん、でもう一つ情報を取る手段としては、はい、雑誌で俺らの世代だったらフロントとかブラストとかね、うん、っていうものがあったりとかしてそこで情報を取って共有してたわけ、はい、つまりこれはヒップホップだけじゃないんだけど、はい、例えば学校行ったら生だら見たとかねその、はい、共通のものを一つのものを追いかけるような社会だったわけ、はい、でも今は違うよね、うん、今は例えば Spotify とかアルゴリズムとか自分で検索して自分だけのこう大好きな音楽を多分若い子たちは見つけてるわけ、はいはい、だから JG がすごいかどうかっていうのはあまり関係ないわけ、うん、その子たちにとってね、うんうん、っていうことが多分議論の論点になってると思うんだが、はい、でもじゃあアメリカどうかって言われたらカルチャーを守るためのメディアっていうのが、はい、あのいっぱいあるわけよ、はいはいはい、ね、そのこういうことが起こってきたっていうのは伝えるメディアっていうのは YouTube でもポッドキャストでもいっぱいあるしそれヒロ君もね知ってると思うけど、なんで、ここでの結論はですねぜひこの YouTube を見てくださいそれに限ります。そうだよそうだよ、だから OG の人たちももしそうやってねお前ら何分かってねえなとかって言うんだったら広めようよって、広める活動を俺はねしてるけど別に誰も褒めてくんないし、お前なんかニューヨークが偉いのかみたいなこと言うやつもいるけど、で広めてんじゃんって、少なくともね、もしかしたら間違ったこともパートであるかもしれないけど一部情報が間違ってたらね、でも広めようと頑張ってんじゃんって、それ分かってください。はい、次行きましょう、まあ、あと何かある？まあ、DJ 論とちょっと直結するかは分かんないんですけど、うん、見た中で言う と、それは多分ねお客さん目線、おそらくお客さん目線だったと思うんですけど、うん、なんか 90s 縛りのパーティーに遊びに行きましたと、はいはい、でなんか結局行ったけどそのなんか2000年代がいっぱいかかってたりとか、なんか 90s 以外がかかってて、なるほどね、 90s 縛りって言ってんだったらもっとなんかストリクトに 90s でやってほしかったなみたいな意見があったんですよ、ね、うん、なんかそれもまあその日本人の真面目さがいい意味でも悪い意味でも出てるというか、わかるよ、うん、なんかそうじゃないじゃないですか。そうじゃないんですよ。そうなんですよ。我々はまあアメリカいたんでこうマウント取るみたいな感じでね、ちょっと申し訳ないけど、あのね、アメリカの 90s パーティーとかね、縛りのパーティーも全部じゃないかもしれないけど、大体あのはみ出てるのよ。だ要はその中心を 90s っぽい感じしようねっていうだけで、その前後っていうのは、まあ、例えば 80s ね、かける人がいたりとか、2001年、2002年かける人がいたりとかで、ざっくりこの 90s っていうのが、あの、あるわけよ。でね、もう一個言ったらさ、はい、ね、90、まあじゃあはみ出る、上にはみ出るのはあれだけどさ、うん、95年のパーティーって想像したらさ、絶対87年の曲ってかかってるわけ、はい、そうですね、そうだよ、そう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 、確かにその見方をすればそうだよ、そうだよ、だから上は絶対ないかもしれない、未来だからね、うん、っていうさ、うん、ところもあるから、うん、でもやっぱね日本の人はね、うん、90年代縛りとかっていうとね、もう大体90年から99年まででバチッと収めてくる人多いね。そうなんですよ。だから僕なんかで言うとその R&B ナイトを初めて、うん、あの R&B ナイトやから R&B しか書かれへんのかって言ったら別にそうでもないし、でもそうだよね、それもあるよね。僕もまあ主催者っていう立場で、うん、でいろんな DJ にこう協力してもらって、まあこんな感じでまあ、僕のイメージをまあ伝えたりするんですけど、うん、まあ、その中で一応まあメインとして R&B ナイトやから R&B を自分のセットの中でなんかヒップホップとかも全然ありやと思ってて、まあアフロビーツ行ったりとかもうそういうの全然ありやと思ってるし、全然あるよね、うん、だからそのなんか変なこう概念にこうやられるんじゃなくて、うん、もっとまずはそこを楽しい場を作ることがまず第一じゃないですか。うん、だからやっぱそこに向けてやりたいなと思ってやってる気持ちがやっぱ強いんで、うん、だからそのそういうことスレッズでその投稿を見た時に、うん、まあ、ね、そういうお客さんもいるんかもしれないんやけど、やっぱり別にそういう人だけがお客さんではないし、うん、あとパーティーじゃないよそれは。まあそうっす、ね、うん、あのそれは鑑賞会であってパーティーじゃないんだよな。でなんか俺ねこの YouTube とかやってても思うんだけどさ、あの俺自分の強みって、はい、この網羅してる幅だと思ってるのね、はい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 、
わかる。だから例えばさ、ヒップホップの YouTube やりますとかさ、うん、まあ、DJ やりますとかっていう人でさ、うん、あのレゲエ、R&B、はい、まあ、オールドスクール、ニュースクール全部網羅できる人って、はい、結構日本でほぼいないんじゃないかな、っていうか少ないんじゃないかなって俺思ってるんだよね。少ないかもしれないですね。で俺の強みは結構広範囲にわたって網羅してるわけよ、はいはい、ね、はい、ソカもそうだし、うんうん、話しててわかるでしょ、うんうん、でもね、そこで一部分だけめっちゃ詳しい人が出てきてツッコミを入れるわけだ、はい、わかる、うんうん、でお前のその言ったことは87人にはこうで間違ってるとかね、お前生きてねえだろうみたいなねこととかをツッコミを入れてくるようなコメントがあるんだけど、はいはいはい、そうじゃないでしょって俺思う。じゃなくて網羅してこの全体を広めていきましょうねってことは、ヒップホップ、R&B、レゲエ、ソカ、アフロビーツ、うん、ね、一晩でかかって広めていきましょうねってこと、うん、だからその一部だけを取ってさ、いや俺はお前よりここの部分は全然詳しいし、お前の言ってることは間違ってるぞとかさ、で結局パーティーでもそうでしょ、そうです、ね、俺はそれ2001年だって知ってるぞみたいな感じで来るわけだろ、うん、だそのスレッズでそれを言ってる人も多分おそらくそういう音楽マニアなんだよ、うん、そうそうそう、でもそういうことじゃないと、俺たち広めてきたのもカルチャーだし、うん、っていう、あとね、なんかね、このね、これはね、別にあの DJ 論だけじゃないけど、はい、正解がない方が盛り上がるのよ。いや、そう、わかる、そうですね、そうです。だからそのヒップホップってこうだろとかって言ってる人って見たことない、日本で。いや、いっぱい、でもさ、ね、アメリカでさ、うん、ヒップホップってこうだろみたいに言ってる人ってあんまりいないじゃない、わ、ね、かる、だつまり日本の人たちはもうヒップホップってどういうものかって、レゲエどういうものかっていうのは真実をさ、核という部分分かんなくてふわっとしてるから、うん、多分こうなんだろうとかっていう予想で多分言ってるんだよね。で DJ とかも全く同じだと思う、はい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 、うん、DJ っていうものがあんまり本質的に分かってないよ。だからおそらくこうあるべきなんじゃないかみたいな、はいはいはい、まあそうですよね、予想で言ってる。それで言うとほんまに僕が育ったというか、そのレゲエのあの現場とかでも日本でね、うん、日本のレゲエの人らって結構、まあもちろん全員が全員じゃないんですけど、うん、なんかレゲエって、まあ、ジャマイカとかセレクターって言い方したりするじゃないですか。わかるわかる、うん、DJ 歌いてね、 DJ、うん、DJ のことをで、うん、DJ っていうのを、まあ、歌う、まあ言ったらラップじゃないけどシンガーね、うんうん、はい、はいはい、まあ、シンガーはシンガーで DJ とシンガーはまあちょっと違うのか、そうかそうかそうか、はい、うん、だからイメージで言うとなんかレゲエの中で DJ っていうのはまあ、ラッパーみたいな、うん、みたいな感じなんですけど、うん、もそれもなんかあの日本でよく見るのは、俺はセレクターだとか、うん、俺はレゲエアーティストだみたいな、うん、そこになんか変なこだわりを持ってる人とか結構おるんですけど、うん、でも実際に、まあ、ニューヨークにしろジャマイカにしろ、そういうアーティストが俺はレゲエアーティストだぜって言ってる人だってあんま聞いたことないな。確かに確かに、はい、確かにラスタとかはあるけどね、まあ、まあ俺はラスタだとかあるけど、うんうんうん、なんかそこなんか変なこだわりが強いというか、別にそんなんどうでもよくな い、まあ、まあまあまあ DJ とセレクターの人、俺はセレクターだからみたいな、うん、どうでもいいってなんですね。まあ確かにね。なんか逆にあのあれはまあその俺は関東でさ、はい、まあヒロはまあ大阪関西をレプレゼンしてるわけだけどさ、はい、あのなんかこのその視点で大阪で自分が DJ をやっている中でね、はい、あの思った DJ 論とか自分的なやつある。まあそうですね、それこそ僕もニューヨークで DJ やってた時と今やってる感じも全然違うというか、ニューヨークで打った時はどっちかっていうとそのカリビアンコミュニティでやってたから、うん、どうしてもまあレゲエ、ダンスホール、ソカとかがまあメインになってくる、まあほぼほぼその辺をかけるっていう、そうだよね、 DJ としてやってたんですけど、やっぱり今日本帰ってきて、それこそその大阪のバラブシカっていうところで DJ も帰ってきてすぐぐらいか、もう6年ぐらいはさせてもらってるのかな、うん、でも結構もう半分ぐらいは外人のお客さん、うん、俺も行ったことあるけど、そうだよね、はい、なんかそういう中でやるので、やっぱりそのレゲエとかだけじゃ全然戦えないというか、当たり前なんですけど、うん、それは別にカリビアンがいっぱいおるわけでもないし、うん、やっぱりそのいろんな人種がおる中でプレーするんやったら、やっぱりその平均値を取っていかないとダメじゃないですか、はいはいはい、でまあリクエストとかあって、まあ別にね、はい、バにかけて作れたらまあかける時もあるやろうし、うん、でも今は違うよっていう時もあるのはあるんですけど、うん、でもやっぱりそういうのを含めて全然まあスタイルというか、うん、まあ昔の俺を知ってる人からしたらなんかまあまああんま言われないですけど、なんかセラーとしてみたいな感じで思う人ももしかしたらいてるかもしれないですけど、なんか今チャラいいる。でも2024年いる、そのセルアウトって言葉ってさ、もうわかる。そのもう最近
だから分かるし、まあ、聞かないじゃない。そうそう、いや俺逆だと思うよ。なんかそういう概念がもうなくなっちゃったっていうか、うん、っていうのはあると思うよ。だから別にフリースタイルバトルとかめっちゃ流行っててさ、明らかにヒップホップ知らない人とかでもそのヒップホップ知ってる人と混じってやってるじゃない、はいはい、バトルっていう概念がもうその言葉知ってる人が、まあ、うん、いるのかな。でもその昔の人はまだちょっとその考えある人もおそらくゼロではない。でもさ、現場にいるの、そういう人。いや、いてないですね。いやでしょ、だからまあまあまあ言い方あれだけど、関係ないんですよ。関係ない。お前らには関係ない。やめなさい、お前らって言うてる先輩だろ。そうそう、まあそうだよね。でもそうで、まあそうなっちゃうね。まあそれはその別にもうシステム的にそうなってるからね。うん、うん、確かに確かに、なるほど。であとさ、俺さ一つ思うのがさ、はい、じゃあ俺がさ日本に帰ってきてさ、はい、この衝撃だったことを、あの、はいはいはい、を言っていい、はいはい、でこれちょっとあのセンシティブな話題なんだけど、はい、まあまあ別にこれ一般論だからね、はい、あのもし、ね、その俺と関わってそういうことを言った人がいたら傷つかないでほしいんだけど、見てても、はい、あのさ、やっぱさ DJ やりますって言ってね、もうこれ超ぶっちゃけよ、はい、ね、自分はそんなことないとかって強がって言うやついるかもしれないけど、うん、お金の話をねめちゃくちゃ遠回しにするわけよ。わかる？いや、めっちゃありますよ。あるじゃん。めっちゃ。で、多分ね、これをね、言うとさ、みんなはさ、多分もうほとんどのなんか、いや、俺はそんなことねえとか、俺はちゃんと取れてるとかってみんな言うと思うの。対外的にはね、はいはいはい。だけど、俺もやってて、まず俺はね、もうさ、DJ やります、はい。オファーが来ます。もしくはします。どっちかね。うんうん、の場合にね、あの、俺がイベントやってしますか、うん、来ますっていう場合にね、うん、あの普通に、あ、分かりました、じゃあ何時間やればいいんですか、それでいくらでやればいいんですか、うん、それから機材は何なんですかっていうのがもう最初に確認すべき点だと思ってる。もちろん、はい、ね、でもなんかこう、うん、DJ やってくれ、俺のイベントやるからやってよ、おいっすよ、うんうん、あ、何日空いてる、おう。じゃあフライ送るね、お、はい。お金の話は全然出てこないみたいな、ね、うん、で、これ最初は俺結構してたんだよ、はい、いや僕もありました、わかる、はい、で俺ももう5年ぐらい日本いるから、もう、うん、あの、まあ、あれなんだけど、で最初はしてたんだけど、じゃあいくらで やれるんですかって言ったら、なんか、え、あ、売り上げが立てば、あみたいなことだって、はい、あみたいな。で、まあ断ったりとかしてたんだけど、そういうね、はいはい、これふわっとしたやつはね、ちゃんと言ってくる人もいるけどね、お金の話、時間の話を最初にちゃんとしてれば、うん、別に それはちょっとあれかなって、もうそこで断れるじゃないですか。それが仮に、いや僕もそうです。そうでしょ、全然全然。例えばさ、じゃあ、はい、でもちょっとこういろんなやつを集めたくて、もうあの、なんならチケット代も500円しか取らないようなイベントやりたいんだ、うん、でもこれこれこういうコンセプトで、うん、イントイージーやって、うん、YouTube の借りもあって、ヒロ君よかったら、うん、あのもし東京いたら参加してほしいんだよね、うん、ちょっとギャラとか今回は出せないんだけど、うん、っていう全部揃った状態、うん、コンセプトも説明されてる、はいはいはい、これただ単にただとかじゃないよ、うん、だってコンセプトとその人にとって何の利益があるのかっていうのを説明されてる状態で、はい、事情があってゼロ、まあ、チャリティーイベントとかもそうだよね、はい、っていうのは全然いいと思うよ。いや僕もそれは全然、そうそうそう、それは全然協力したいです。したければするし、うんうん、したくなければしないだけの話だからね、うん、そう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 、だからそうなんだよね。そうですよね、その辺の話し合いが、うん、だってそれ DJ でそれやってるけど、まあその DJ だけが仕事の人は分かんないかもしれないですけど、うん、それを普通のビジネスの話でそれしますよ。そうなのよ。そうね、だからアンプロフェッショナルも極まりないっていうか、あ、来週からさ俺のコンビニあのフランチャイズ始めたから働く？働いてくれる？じゃあ来週あの2時に来てねっつって、え、時給はってなるの？そんな話ないじゃないですか。で終わった後もいてね、5時にクロックアウトした後もいてよ。いてくんないと嫌よ。コンビニオープンしたばっかりで盛り上がらないわけだから、ね、2時から5時次の人のシフト交代した後もあの桜の客でいてよ。こういうことだよ、ね、こういうことなんだよ。そんなことあるかいだよ、うん、まあまあまあいいんだけど、まあ、これ極論ですよ、ギャグなんでね、あの真剣にあの受け止めないでください。で、あと最後に俺話したいのはね、はい、まあその俺でこれちょっとエピソードして言うと、はい、俺機材屋でちょっと DJ コントローラー見てたんだ、はい、でちょっといじってたのね、はい、まあ、2枚使いみたいしてみたりとか、はい、もうタッチをねしたらさ、まあ、これ日本でね、はい、で、あのしたら目の前に来た若者がさ、はい、なんかうまいですねみたいな、なんかプロの DJ なんですかみたいな、はいはい、まあまあ、まあ、ああみたいな感じ言ってたら、はいはい、その一番最初の質問がよ、はい、DJ ってやっぱりそれだけで食べていくのって難しいですよね、うん、
って言われたのよ。でまあ、ほーみたいに、まあ、それも全然知らない人から、まあ、大してちゃんと答えなかったけど、うん、でもね、これから機材買ってね、うん、DJ を やっていこうっていう若者がよ、うん、一番の悩みがね、うん、これでその、分かる、成功できるかできないかとかじゃなくて、うん、そもそももう食っていけないんじゃないか、ビジネス成立してないんじゃないかってことを分かられちゃってるわけよ、うん、はいはい、若い子たちも、うんうん、でもクールだから、うん、趣味としてやるわけじゃない、そう、でね、でここで、まあ、その若い子たちがどういう行動を取るべきかっていうことについても俺議論すべきだと思ってて、 DJ としてってことか、まあ、最初から海外行くのか、うんうん、まあ、それで言うと絶対に海外は行った方がいいと思います、うんうん、まあ、自分らも住んでた立場で、そうだよね、うん、でましてや今日本にもこのまあインバウンドのあれでとかでもやっぱり海外からめっちゃ人が入ってきてるじゃないですか、まあ、そうなんで旅行だったり、なんやったら日本で住んでる外国人もめちゃくちゃ増えてる中で、うん、で結局クラブとかに行くとね、今って、まあ、東京の事情はあんまり分かんないですけど、うん、大阪って外国人はもうめっちゃ集まってるみたいな状態なんですけど、はいはいはい、やっぱりその中でやっていこう、まあ、DJ でそれこそなんかこれをメインにやっていきたいと思ってやったら海外で、うん、まあ、別に修行、まあ修行みたいな感覚で行かなくていいと思うんですけど、うん、僕も全然そういうつもりになかったんですよ、とりあえず住みたいと思って DJ の修行やみたいなを結構言ったりする人もおると思うんですけど、うん、全然オープンマインドな感じで僕は行ってたんで、修行して帰ってきてもそれなかなか反映できないしね、そうですね、うん、日本にね、うん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 、なんかそういうのもあるんで、まあ絶対に行った方がいい、住めるんなら住んだ方がいいし、住めなくとも、うん、まあ、1週間2週間でもいいし、そうやって足を運ぶ大事やと思うんですね、まあそうだよね、はい、だから、うん、それこそねソカとかも、まあ、僕個人の話で言うとソカとかも最初ニューヨーク行った時全然好きじゃなかったんですよ、はいはい、ああ分かる、気持ち分かる、分かるっすか、あ気持ち分かる、全然なんか好きじゃない、もともとレゲエは大好きやったから、でダンスホールのパーティーとか遊びに行ったら、まあ、うん、なんでこんな感じになっちゃうの、はい、みたいな感覚だよね、ソカかかりだすとね、じゃんじゃらじゃんじゃらじゃんじゃらみたいなさそうそうそう、ね、でもなんか好きになっちゃうんだよね、パーティーやってるとね、でも好きになるのってなんでかなと思った時に、やっぱりそれを聞いて楽しんでる奴らがおるわけじゃん、はい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 、それ見ちゃうんでね、その遊び方を見てなんか、うん、あ好きになってきたみたいな感覚がちょっとあって、そうだから音楽だけ聞いたらさよくわかんないっていうかさ、はい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 、直前までさ、うん、リックロスとかでさ、うん、アテンカンビッグメッチみたいなさやってた人たちがタンチャランタ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 ンみたいなさ感じでさ踊り出すんだよねそれがいいんだよね、うん、やっぱそういう現場を見たからこそ余計に好きになるというか、それってもともとじゃん、まあ、その今その若い子が僕ヒップホップ好きでって言うんやったらそれにも関すると思ってて、例えばニューヨークなりどこ、まあアメリカに行ってそういうアメリカのヒップホップのパーティー、まあヒップホップのパーティーじゃなくてまあヒップホップかかると思うんですけど、そういう現場で例えばみんなが大合唱してるとかそういうのを見たらやっぱり食らうし、余計にこう自分が今まで好きやった音楽がもっと好きになるというか、それは絶対あると思うんで、絶対行った方がいいっすよね。いいじゃないですか、それ締めとして最高ですよ。でも、まあ、一つ俺これまた宣伝みたいになっちゃうけど、はい、言っとくと、はい、やっぱね今ね、はい、前にちょっと前にもヤシロ君の動画で出したんだけど、はい、もう本当に円安がすごくて、これからどう動くのか分かんないけど、今この撮影時点で158円とかなわけね、うん、つまり昔みたいに俺たちみたいにちょっと金貯めてニューヨークでパーティー見てきますみたいなことがねできにくくなってるわけ、だから少しでもその感覚を分け与えるために俺はこういう YouTuber やってますよ。確かにこういう時代やからこそね、そう、うん、っていうことで今日は締めてね、はい、うまい具合に締まったような感じが出てきたので終わりたいと思います、はい、ということで関西でね、はい、バラブで、DJ、はい、大阪でねしてるので、ぜひぜひ、はい、披露、はい、チェックしてインスタグラムもフォローして、遊びに行ってあげてくださいということで、よろしくお願いします、はい、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。